ここで終わりじゃないんだ。はい、大事な3つのポイント、まあ、例えば飛び側に乗ってたら、乗りすぎてたら片足で立つっていうこと自体をまずシンプルに上手くなるとボール投げやすくなるんです。はい、切り出しチャンネルの海です。カメです。はい、今日はですね、はい、カメちゃんの野球向上委員会第2弾になります。はい、はい、お願いします。お願いします。これいい企画ですね。すごいもう野球情報ねいっぱいあるんですけど、はいはい、実は知ってるで知らないことってまだまだたくさんあって、気引き締めてもう一回気引き締めて、はい、感じてちょっと聞いてほしいなと思います、はい、で前回の続き、はい、前回の続き、投球における7つの局面について説明させていただきました。おお。その中でも、うん、今日は一番最初のワインドアップ局面について掘り下げてお話ししていこうと思います。あ、よろしくお願いします、はい、楽しみです。お願いします。はい、ワインドアップ局面、はい、まず、ワインドアップ局面のフェーズのおさらいからしていきたいと思います。なるほど。ワインドアップ局面はここから足を上げて、軸足で立ったところまでをワインドアップ局面と、ね、ここで終わりじゃないんだ。はい、ここ名前からしたらここまでね。ここまで足上げるところまでですね、はい、軸足しっかり立つというところまで、はい、なるほど。日本の選手は割とここでしっかりまっすぐ立つっていうのを教えられてると思いますし、プロ野球選手も実際にそうやってる選手が多いんですけれども、まあ、個人差はあるところやけど、確かにまあちょっとこうもうしっかりこう一回こう乗せるタイプっていうか、はい、まあああいうイメージしてたらが、そうですね、まあ、日本人に多い傾向の投手になるのかな、はい、うん、一方で一方でメジャーリーガーに多いのが、うん、はいはい、もう足上げたらそのまま投げに行く選手、まあ、こう溜めずに行くみたいなイメージ、はい、そうですね、まあね、パッと見、はい、こうまあこう間が違うというか、あ、そうですね、そういうのに出てくる、はい、うん、だからイメージはすごい分かりやすい。これはまあ考え方だったりとか、うん、あとマウンドの硬さによって違うみたいなんですけど、うん、だからまあそれによってちょっとこう出来上がってくるフォームとかも、そうですね、まあ、変わってくるのはなんかイメージできるし、はい、ちょっとこれ経験ある人だと分かると思うんですけど、日本のグラウンドって結構昔も土柔らかかって、特にあの重要なというか踏み込む側の足結構日本柔らかかったんですけど、最近の日本の球場は結構硬くなってるか、めちゃめちゃ硬くなってて、結構メジャーに寄ってきてるって言われてるんで、ひょっとしたらそういうのも影響して日本のプロ野球選手もそれに合わせたフォームとか、スパイクとかもマウンドに合わせたスパイクとか注文したりしてる選手もいてたりするんで、フォームの出来方も変わってくるかもしれないですね。そういう環境に合わせてフォームを作るってなると、はい、どうなってたらしっかり立てれるのかなっていうのが分かりやすいこととかって、なんかポイントとかあったりする、はい、大事な3つのポイントを、はい、いっていきます。一つ目が足裏全体でしっかり、あ、一つ目、はい、まあ、これはなんか分かる気がする、はい、うん、と二つ目が、お腹にしっかり力を入れてお腹ね立つこと、三つ目、最後が内転筋に、内転筋に意識を置いてしっかり立つこと、足裏、お腹、内転筋、はい、あ、なるほど、が大事になってきます、はい。でまず一つ目の足全体でしっかり立つことは、うん、普通にバランスを取るために大切になってきます。その後の体重移動ステップ局面に行くのが、はい、やっぱバランス悪いと体重乗らないと思うんで、うん、ここをしっかりバランスよく立つこと。悪かったら結構どんな影響出るとか、悪かったら、うん、例えば小指側に乗ってたら、乗りすぎてたら遠回りしちゃう、体重移動の遠回りをして、あ、なるほどなるほど、ちょっとこういう感じね。そうですね、だから開いてる子はちょっと体重の乗り方とか気にしてあげたら、そうですね、治るかも、はい、っていうことね。なるほど、はい、足裏でしっかり立つね、はい、はい、2つ目のお腹に力を入れることは、はい、上半身と下半身をお腹がやっぱりつないでるんで、うん、ここでもし力が抜けてしまったら、まあまあ崩れやすくなるね、はい、結構投げるバランスって変わりそうやもんね、その後、はい、ちょっとこっちに寄ってたりとかするだけでも腹圧が入ってるって感じかな。腹圧、そうですね、腹圧入れてしっかり立ってもらったらまっすぐ立ちやすい、うん、なるほど、はい、で最後ですね、最後内転筋は前に体重移動していきたいので、うん、内転筋に体重がかかってないと、外側に多分行きやすくなると思うんで、外側行っちゃうとさっき言ったみたいに遠回り
なるほど。してしまうので、しっかり内転筋に力を入れて、この後の休息だったりとかにもすごく影響すると思うので、内転筋が大事です。まあ、僕もね、まあ、足裏はすごい分かりやすいなと思って、ちょっとお腹とね、内転筋ってちょっと動画でもドローインのトレーニングとかしないと、なかなかこう、お腹ただ力入れるだけだとダメだったりしたりとか、はい、内転筋やったらちょっと試し方、前の動画やったんですけど、その辺とか見てもらったらちょっと分かるかなと思うんですけど、はい、まずはあれやね、ストレートの秘密にも書いたんですけど、しっかり30秒立つっていうことをまずやってもらって、やっぱ片足で立つっていうこと自体をまずシンプルに上手くなると、これね本当にボール投げやすくなるんです。で、あとは立つ時にどこかわからないって子も、まず足の裏全体ってどういうことなんていうのを教えてあげる必要が絶対にあるんで、前も後ろもあるから真ん中がある、ね、はい、まずわざとね、指導者の方はちょっとつま先寄りで立ってみてやってみて、でその後にかかと寄りでやってみて、次は内側、次外側っていうのをやってみたり、実験でやってみたりしたら、真ん中っていうか足全体っていうのがつかみやすくなるので、そういう練習とか投げる前にねやってみたりすると、すごい効果それだけでもあると思います。はい、今日はですね、投球における7つの局面の、7つの局面ね、はい、一番最初のワインドアップ局面を、ワインドアップ局面掘り下げて説明させていただきました。はい、ここがちゃんとできてると、この後のステップ局面だったりコッキング局面に影響してくるので、うん、でステップ局面、コッキング局面にもやっぱりその大事なことはいっぱいあるので、こちらは自分で、まあ、本を買っていただいて勉強していただければなと思います。まあね、そのトレーニングとかも持ったりするので、はい、ぜひね手に取っていろいろ深めていって、いろんな知識を広めていってほしいなと思います。はい、はいはい、ということで、今回亀ちゃんの野球向上委員会、いいねこれ、うん、第2弾でした。また勉強してアウトプットさせていただきます。おっしゃ、機会をそうみんなと一緒に設けて、はい、一緒に勉強していきましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。